皆さんこんにちは、トミです。今日はですね、これ実はもう動かしちゃった後なんですけど、さっきまでこれバッテリーが上がってたんですね、実は。で、ちょっとタイヤ交換で移動させる必要があったので、ちょっと今回ジャンプの方をしてエンジンをかけて移動させました。ということでですね、ちょっと動かした後になっちゃったんですけど、動画の方どうぞ、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 どうぞ。ね、あの右側がですね、ちょっと地面がこう斜めになってて、ちょっと交換できないので前に動かそうと思って、今もちょっとバッテリー上がっちゃってるんですよ、車ので。もう人力で押して動かそうと思ったんですけど、右後ろのタイヤがパンクしちゃってて、今でも全然人力では動かないので、ちょっと仕方ないので、あの軽トラを横に持ってきてジャンプしてエンジンかけて動かそうと思います。ちょっとこの車ですね、もうジャンプして動かそうと思うんですけど、もうそのためちょっと今荷物積んでたやつを前に寄せて準備しました。めちゃめちゃね、これここだけ使いにくいんですよね、こういうのが。この車こうやってフロアをめくるとですね、ここにバッテリーの線いろいろ軽トラからつないで始動させていこうと思います。しゃ、やっていきます。それではですね、ジャンプの方をしていこうと思います。で、まずですね、こっちの軽トラの方ですね、3番のエンジンをかけておきます。 OK。 で、まずはですね、向こうのバッテリーが上がってる車の方にですね、先に赤いケーブルをつないでいきます。あー絡まる、あー絡まる、あー絡まる。このケーブル1個積んどくとやっぱすごい便利ですね。僕軽トラには普段ずっと常備してるんですけど、何回か助けたことありますね、これで。で、軽トラのバッテリーここにあるので、こっちにつなぎます。まずじゃあこっち、まずこっちにつなぎます。よいしょ、 OK です。で、続いてこっちの生きてる車の方ですね、赤つなぎます。 OK。 で、こうつないだら次に黒いるケーブルですね、をこっちの動いてる車の方につなぎます。で、最後にですね、この黒いケーブルをこっちのバッテリーが上がっている車の方に取り付けます。よし、続きますね。お、エンジン回転落ちましたね、向こうの。よし、じゃあこの状態でエンジンの方かけてみます。かかるかな、いきますね。よいしょっと、あれキーがね、あ、ちょっとちょっと、いきますね。パワーが足りてないですね、向こうの。あ、もうちょっとやな。バッチリかかりました。よかった、かかってで、かかったらですね、バッテリーの方ですね、さっき繋いだ順番と逆の方向で外していきます。よし、抜いてみます。で、まずは危ない危ない、外して、で、プラスを外して、で、最後にこのプラスですねを外します。 OK。 最近のハイブリッド車とか使わないみたいですけどね、こういうのは。古い車とかだったらこういうのができたりします。そうで、なんとかですね、エンジンジャンプしてですね、かかって移動させることができました。ということで、今回ジャンプの方をしてエンジンの方かけてみました。皆さんよろしければですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。